の顔、10年前まだ駆け出しの聖騎士だったデールだ。あの親バカデール、オイラたち見たくなって娘の自慢の種になりたいってよく言っていた。なぜこんな姿に。グルト、キール、これを覚えているだろう。目を覚ませ、デール。何やってんだバカ。バーン、伏せて団長。ワイドファイヤー水の火、貫通しない。やる気がねえならここから失せろ。中途半端な甘さは誰も救えねえ。殺すだけだ。メリオダス様、エリザベス、これは、あの剣は。なあメリオダス、お前にこの剣を受け取ってほしいんだ。ありません、あなたに生きてほしかったから。私も同じです。人々のために戦うあなたのためなら、そのための罪なら私も一緒に背負います。いいのかよ、女にあそこまで言わせと。許せよ。すごいじゃない団長。さすがだキング、悪かったな。うんうん、これぐらい大丈夫さ。でも人間が魔人に変身するなんてことありえるのかな。呪い、もしくは何らかの実験か術か。まさか人為的に魔人を作り出すってこと。それも王国聖騎士を使ってな。そんなことが、二人の聖騎士長の目を盗んでできるはずが。もしかして聖騎士長本人が関わっている可能性が高い。つまりドレファス、あるいはヘンドリクセン。何か分かったのか。ああ、この件に関わっていると見られる人物は聖騎士長ヘンドリクセンだ。さて腹も減ったし戻るか。ディアンヌも心配してるだろうし。団長のことをね。うかっ。僕はここにいます。ありがとう、友よ。友、友達ですか。友達とは大切な人のことだと聞きました。僕は君の友達になれたのですか。教えてくださいデール。人はこんな時に涙を流すものなのだろうか。